皆さんこんにちは、瀬尾です。瀬尾潤のレッツ話34回目、今日も駒場スタジアムのリニューアルの話ですが、このコケラ落としは1995年の8月16日水曜日ですけど、 J リーグセカンドステージ第2節の浦和レッズ対清水エスパルス、この試合だったんですね。で、まあ浦和市のものですから、最初に浦和市の式典は式典であったんですけど、その後まあ、クラブとそれから浦和レッズ後援会からサポーター、まあ、3社の協力で、まあ、セレモニーがリニューアルオープンセレモニーで、この名前がですね、レッズがホームの駒場に帰ってくるということで、カムホームセレモニーという名付けられました。あとちょっと今説明しておきますけど、今レッズ後援会という名前で言いました。これ今の名前なんですけど、当時はレッドダイヤモンズ後援会っていう名前だったんですけど、今後講演会のことを話すときには、まあ、講演会またはレッツ講演会ということで統一させていただきます。はい、で、まあ浦和レッツが考えることですんで、まあ、ただこうくす玉割ってテープカットしてというセレモニーのはずがないというか、当時のクラブの担当者が講演会の、運営委員会というところにこういらっしゃってですね、こういうことを言ったんです。サポーターがスタジアムに入場したら真っ赤なピッチが目に入るように飛び込んでくるようにしたいと、まあ、とんでもないことをまあ言ったわけですね。で、セレモニーの始まる前にその赤がこう真ん中からこう割れていって、緑のピッチが見えるようにしたいと。なんだろうって、まあ、方法としてはですね、赤い布を敷き詰めておいて、でハーフエンドラインのところでそのなんていうの、切っておいて、でゴールラ両ゴールラから引っ張ってこうだんだん赤から緑に変わっていくという演出にしたいと。でもっと具体的に言うとですね、幅1メートルぐらいで縦55メートルぐらいの赤い布を2本つないで110メートルぐらいにするんです。でそれを70本ぐらい作って、でピッチの大きさって68メートルと105メートルですから綺麗に隠れると。で2本のつなぎ目、こういう感じにつなぐわけですけど、そこはこう糸で軽く縫っておいて、まあ、引っ張ればプチッと切れて外れるようにしておくと。だから係員は両ゴールラインのあたりに、60人から70人ずつぐらいいるわけですよ。で本当にまあそれでやりたいということで、まあ、じゃあやりましょうという話になったんですけど、予定ではねバッチリだったはずですけど、いろいろアクシデント初めてですからね、つきもので、まず当日結構風が強くなったんで、せっかく敷いた敷き詰めた布がですまくり上がっちゃって、ギリギリまで係員がその直しにね走って、で直して戻っていく時にこうスタンドからもうサポーター入ってますから拍手が起きたりしてました。それから今度セレモニーが近づくと風が雨に変わってですね、まあびしょ濡れになるわけですよ。でそれはそれで、ライトに生えてね綺麗だったんですけど、布なんで水を吸うと重くなっちゃう。でさあ、まあカーテンのオープンですみたいな時に引っ張ってもね重くて、なかなかこう思わぬ力が必要になっちゃって時間がかかっちゃって、本当だったらこう一斉にねドワーっていくはずなのが、70本ずつ切れてるのがバラバラになっちゃってですね、なんか何だろう、営業マンのノルマ達成のグラフみたいな感じになっちゃった。最後はもう後援会の最後は何て言うんだろう、引っ張ってもラチ開かないんで、真ん中の切れ足のところまで走っていってバーッとまくって、帰ってきたというところもあったんですけど、まあ一応成功に終わって、カムホームというデザインされたセンターサークルバナーがこうあって、で新しい綺麗なピッチが現れました。でそれから挨拶などが行われて、挨拶が終わるとその東側のゴール裏っていうかスタンドの外ですけど、そこで花火が打ち上がりました。で選手がねウォーミングアップを始めると、自由席のサポーターですけど一斉に赤いマフラーを掲げて We are Diamonds を歌い始めた。選手のウォーミングアップ中の We are Diamonds って非常に珍しいんですけど、でもそれがでもじゃない、しかもそれがアップ終了までずっと続いたっていう、まあセレモニーならではということなんですけど、マフラーをね
全員掲げたっていうのも珍しくて、これは何でかっていうと、自由席の入場の時にクラブがイベント用に配ったんですよ。その前の年のオフィシャルサポーターズクラブのそのマフラーですね、それをその持ってない人これ使ってくださいということで、で、まあ、アップが終わってしばらく経つと選手入場になりますが、講演会がですね、キャノピーブリッジという選手入場の時のトンネル、折りたたみ式なんですけどね、だから片付ける時はもう畳んでそのしまっておけるんですけど、それを寄贈したんですね、でそれをそこを通って選手が入ると、これもだから新しいコンバスタジアムになって初めてのことです。キャノピーブリッジ、キャノピーってまあひさしとかそういう意味なんですけど、他のクラブの人はあんまやってないんで、でもヨーロッパ行くと結構そういうとこ取って出てくるとかあるじゃないですか。他のクラブの人はレッツさん選手入場するときそんなに危ないんですかと言ったそうなんですけど、決してまあもちろんそんなことはないんですけど、で試合は1対2でレッツが負けました。試合についてはあんまり言いません。でこのカムホームセレモニーですね、こうクラブと後援会とサポーターが本当に三位一体であったなということで、もちろんレッツの勝利っていう点ではね、そこを目指すっていう点ではいつも一致してるんですけど、そのスタンスっていうのはやっぱそれぞれ違ったけど、こんなに協力してやったのは初めてかな。本当はサポーターが2階のスタンドで人文字を作って、そして2階から紙テープを投げる予定だったんですけど、雨もあったので結構バックスタンド2階指定席なんで入場遅かったんですよ。で説明する時間がないっていうことで残念ながらこれ断念したんですね。ただその例えば、スタンドからのちゃんとそれはバッと盛り上がった、パタッと止まったと思ったらこうセレモニー挨拶が始まるとかですね、もうしっかりその時間 のメリハリとかをつけて、すごく一体感のあるセレモニーでした。でオープニングカーテンって呼んだんですけど、さっきのピッチを覆ってた赤い布ですね、そのまま捨ててしまっちゃもったいないということで、1メートル ×1m50 ぐらい、まあ、だからこうこれやって振るフラッグぐらいの大きさに切って、でカムホーム、なんでしょう、カムホームのそのセンターサークルのデザインと同じデザインのスタンプを作って、それをその押してですね、不滅スタンプで消えないやつですよ。でアイスクリームのカップに入れて1個500円で売りました。こんなの売れるかよっていう話はあったんですけど、頑張って作っても試合中に895個しかできなくて、それ全部完売しました。で正直もっと欲しい人いるだろうし、もっと売れるだろう、あと裏まで来られない人にも買ってもらえるなと思って通販することにして、マッチデープログラムで告知して、私が後日サポーターに手伝ってもらってやりました。で何個売れたか覚えてないんですけど、売り上げは全部紙テープを買って、その後のサポーターの応援に使ってもらいました。でちなみに試合の入場が 21,559 人なんです。キャパ 21,500 人、これいいのかなと思うんですけど、よくわからないです。でも公式記録にそうなってました。